はい、じゃあいつでもどうぞ。はい、じゃあ行きます。はい、ねえ、この火炎瓶あと何個作るの？あと200個、それで1000個。1000個あったら移民省を襲撃しようかな。首相官邸もいいね。いいね。ゲームしない。何の？どっちの方が移民制度の悪口をたくさん言えるか。ゲーム。どうやんの？ネタが切れた方が負け。切れなくね？それはそれ楽しい。そっか。あ、はいはいはい、じゃあ、リーダーから。うん。100年で1億人っていうどんぶり勘定。ああ、そのためで毎月何十機ものロケット飛ばせるとね、うん、全員いけないときは小惑星でもできる計算。あ、じゃあ次お前。ああ、未浸透およびその配偶者までっていう縛りの根拠が乏しい。5人ってのもね、総数がそう割れないね。理想結婚の多発。だから60のおばさんが結婚して当選して19の子と結婚したりするのよ。いい目当てだね。あ、はい、トレール当選後の養子縁組の禁止。偽装結婚はありなのに。あ、在日韓国人には権利がない。ペットもね。ペットも家族だっての。はい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 、はい、国際支援というのの戦争回避。他国に寄付するロケットがあるなら自国民を背負っての。そう。あ、はいはいはい、移民省の役人はイエローリーフがもらえる。あ、一番ありえしねえ移民省。ほんとそれ。はいはいはい、はい、宇都塾担当の移民省は一人は決まり、もう一人はバカ。それひどくね。パタン。なんか届いた。シート系、チキンのシート系。あー、だから攻撃。あ、そうです。あの、テロリスト集団の。でしょ、アイコでしょ。勝った。勝った方が C です。 C で、はい、K、 K、 はい、はい、じゃあ、K の方がリーダーで、C の方が、ポジションっていうかどんな感じで始めようかね、シーンとかの。これは、そう、これそもそも、あのね、この火炎瓶後なんか作るので、火炎瓶作ってる手にしてくれるのか。はい、火炎瓶ってどんなやつですか？火炎瓶って知らない。知らない。ここにめっちゃ在庫、こう作ったものを置いていって、ここのを取ってよいしょって入れてみたいな感じですね。1000個あったら移民省襲撃しようかな。首都制ってやったじゃん。首相官邸、首相偽装結婚の多発。だから60のおばさんが当選して19の子と結婚したりするのよ。リーフ目当てだね。移民省をバカにするところはチョークのシーンみたいな。そうだよ、だからアンチなんで。アンチ、うん、なんかもっとゲームのところを面白くできないかなと思って、うんうんうん、なんか盛り上がりに欠けるというか、うんうん、なんかでもそうじゃないよなって思って。そう、なんかやりに、なんかめっちゃ手元に集中してしまって、余計楽しめてないから。多分楽しい時に作業しないんじゃないかさっき思いました。あ、ちなみに今もう800個作ってるからね、結構疲れてんねん。なんか飽きたって感じ で、 そうで、リーダーからあと何個作るのって言うから始まってるから、はい、でお互いがなんかもうなんか言った時に相手側がなんか、あ、そうそうそうっていう、そういうなんか相槌打つ感じとかはもっと強く、うん、苦戦してますね、これ。苦戦してますね。なんか、どんどん次々に出てくるんですよね。そうそうそう、もう言いたいことがたくさんある。なるほど。あるそうだよね、あるよねっていう、そういうなんかあんまないんですね。ああ、そうだねみたいな。軽いんですよね、軽い、なんか反応が軽い。
あーそれそれそれ、あー言おうと思ったのにとかっていう、そういう感じもあってもいいんじゃない、うん、どっちが残る、どっちが残る、どうぞ。移民賞を襲撃しようかな。首相官邸でもいいね。いいねはい、はい、偽装結婚の多発、中60のおばさんが同棲して10キロの結婚したりするのよ。もうリーフ目当てだね。はい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 、国際支援というのの戦争回避、そ他国に寄付するロケットがあるな、地獄に乗せろってのは。感覚つかめました、つかめました、うん、やってみて分かってきました、分かってきました、このゲーム面白そうってなりました。いやもうね、やっぱ楽しいなと思いました。はい、じゃあもう一回やってくる、やってください、はいはい、トレイル当選後の養子縁組の禁止、偽装結構ありなのに。そうそうそう、はいはいはい、移民賞の役人はイエローリーフがもらえる、あ一番ありえ、死ね移民賞、首相官邸ね。首相、首相、首相、首相って知ってる、首相知ってる、首相って誰、安倍さん、あそういうこと、うん、首相で、首相、首相ですね、うちの日本の首相っていう、首相でしょ、首相官邸、首相官邸よ、無理に声作んなくていい、なんかちょっと全体的にちょっとあのなんかこう低く出すのに自分の声の中で低く出す、あの5人ってのもね素数だしってちょっとこう怖いです、声作ってるよね、あそうじゃなくてあの5人ってのもね素数だしってこうなんか普通の感じでなんか低い感じとかちょっとガラガラあのなんていうの悪い感じとなっては全然あるの、うん、怖い色を変えようって考えてなくて自分の中でのこう柄が悪い感じとか自分の中での声が低い感じ、その声はだからイミーションの時はなんかニコって感じでこんにちはって感じで明るめでいいし、うん、この人やったらこんにちはっていう感じで低い感じ、うん、でもその別に声をなんか別の人に別の声をなんかわざと作って出そうとしてるわけじゃなくて自分の中でのこう高い低いっていう感じ、あと雰囲気持ってる気持ちとかそういうところでだけ差をつけるいいところもあります。これ次のシーンだから次のシーン